こんにちは、速稼塾の久保です。今日のポイントサイトなんですけども、さっきね、通知が来て、私の持ってる車の1台、軽自動車なんですけども、来月で車検が切れるんですよね。で、この車もうね、1999年のすごい古い車で30年以上経ってますんで、もうね、廃車にしようかと思うんですよ。で、廃車を引き取ってくれるそんな会社がないかなと思って、先ほどね、電話をあちこちかけてみたら、なんかね、いろいろ込み込みで3000円を上げるから車を引き取らせてくださいっていうところがありました。だから、いろいろ頼むとね、廃車費用とかいろいろかかるんですよ。本当はお金がかかるんですけども、3000円を久保さんに出すから車引き取りますよっていうことで話がついたんですね。で、同じようなことがモッピーの中にないかなと思って今ね、探してるところなんですよ。ちょっとね、モッピーの方の画面見てみましょうか。はい、ちなみにですね、私のポイント41,129になりました。ということで、未確定のね、20万の中から、なんか3000ぐらいですか、確定の方に移ったみたいですね。ラッキーですね。ということで、モッピーで検索で、廃車ってやりましょうか。これじゃない。廃車。ね。廃車。これでなんかあるといいですよね。お、あった！え、3000しかもらえないところ、5000円もらえるぞ。これいいじゃないですか。売却成立後2ヶ月以内に入るということなんで、読んでみましょうか。売却成立って絶対売りますからね、私ね、いらないから。お、ラッキーだ。あー、これは考えることないですね。もうすぐ申し込みましょう。ポイントゲット。はい、この会社に車を引き取りに来てもらえば、私はまあ車の査定額何千か分かりませんけど、数万は出ないと思うんですよ。それにプラスして、先ほどのね、モッピーから5000もらえるってことですよね。いや、これラッキーじゃないですか。メーカー車種ね、これはね、ダイハツなんですよ。ダイハツのアトレですね。で、1999年っていうと、いつかな、もうないですね、ここに。乗ってない。もっと古いでいきましょうか。で、走行距離が14万キロぐらいだったと思うんですよ。すごいでしょ。で、ここに私の名前を入れると。で、電話番号を入れると。で、広島県。はい、査定をしてみましょう。問い合わせ受け付けました。ということで、カーネクストさんから私のところに電話が入ると思います。これでいいの？これでいいんだ。いや、ラッキーだな。おお。はい、ということで、1分ちょっとで済みました。今なんか来ましたよ。え？あ、お電話くださいって来ました。電話をくださいだって。お電話ください。じゃあ電話しましょうか。とりあえずね、カーネクストさんに問い合わせすると、車を引き取ってくれるみたいです。よろしくお願いします。あ、すみません。今、インターネットから、査定申し込みを出した久保と申します。ということで、終わりました。すべて。これで、23日に車取りに来てもらって、報酬確定ということでございますね。早かったですね。何分ぐらいだったかな。5分ぐらいじゃないですか、全部。思い立って5分。ね。これで、5000円ということでございます。車はね、すいませんけども、こちらの方では0円ということだったんですけども、まあ、先ほどの3000円に加えてね、プラス2000円ということなんで、トータルで、ちょっとだけね、儲かった。5000円ということで、そのまま申し込んで3000円よりは良かったんじゃないかなと思います。それでは。